足立先生、実は聞いていただきたいことがありまして。はい。私4月から YouTube 側に正式に仲間に入れてもらったんですけど、はい、れなちやりたいことリストが浮かんできていっぱい。前向きですね。でちょっと今日はプレゼン形式でいいですか、やっても。あ、もう行く？もう行く？はい、お願いします。はい、まずシーズンチューブと名付けました。例えばこう季節限定のコンビニスイーツとかお菓子を紹介する。あとお花見動画あげたんですけど、あれをもっともっとシリーズ化して、そういうこうシーズンならではのものをどんどん撮っていくっていう。素晴らしい。では次、じゃじゃん。これずっと足立先生にも話したんですけど、 ASMR でございます。言ってたね。はい、そろそろじゃないですかね、やるべきは。やるべきは。はい、あの定番の咀嚼音とか、あとテレビ局でしか出せない音。例えば何って言われると思ってたんですけど、まだ思いついてないんですよ。でも多分あるんですよ。あるよね。ある、多分あると思うんですけど、ちょっとまだ見つけきれてないので、これは宿題です。次です。はい、50チャレンジ。こちらですね、TSK 今年で50周年をおかげさまで迎えまして。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その50周年にちなみまして、私がいろんな50に挑戦しようかなと。例えば50個の単語を制限時間内に暗記とか。おお。あ、これ50個の豆を50秒間でお皿に移す。結構地味めな、でもちょっと頑張ったらできるんじゃないか的な。素晴らしい。はい、まあ、ちょっと社内の評価も上がるかなと思ってます。次です。はい、 DIY。 で最近 DIY 女子が増えてるんですよ。 DIY DIY って何ですか、何の略ですか。お。だいたい大体でいいよ。いいよ。っていう。残念です。Do it yourself でしょ。ああ、なるほど。 Do it yourself、 そうなったんですね。大喜利結構好きだけど。あのベッドの隣に置く小さいテーブル、サイドテーブル的なものが欲しくて、それ自分で作れたら最高じゃんと思って。では次。はい、アレンジ。サバ缶アレンジが今流行ってるみたいです。なんか炊き込みご飯にしたりとか、アヒージョにしたりとか。なんかサバ缶ってすごい可能性無限大らしいです。サバ缶で確かによく売られてるわ。そうですよね、流行ってるな。こんな感じでいいと思います。はい、で、はい、最後です。じゃじゃん。ハッシュタグステイホーム。これもこのご時世ですので、家でできるいろんなこと、例えば作業動画をもうつらつら撮ってそのまま出すとか、家でできるトレーニング動画を撮ってみるとか、あとダンスに挑戦っていう感じです。以上です。はい、はい、ありがとうございました。本当に自分で考えたんですか。本当に自分で考えました、こればっかりは。素晴らしい、こればっかりは。こればっかりはさすがに。はい、まずは気になったことを言っていくと、はい、全体で言うとこれをいい悪いという判断はしないんですけど、はい、考え方としてマーケットの広さ、例えばキーワードで、ステイホームってやると、例えば今10万人が調べてますってなると、うん、まあ伸びはいいよね。みんなが興味を持ってる数が違うから、そもそもの。はい。はい、まずはじゃあ大きい、であるところにコミットしていくというか、アサインしていくみたいな、方法がいいと思う。じゃあ、ステイホームで何個かやっても10本作ってみますか。10本。10個。お。なるほど。なるほど。テレビ入って言われない。いや、頑張ります、頑張ります。なぜ10本なのかなっていう。とにかく、ステイホームシリーズ、
取り始めたという最初の手探りの段階と最後の実験で映像が違ってくるんだよ。この成長過程を見るっていうのがシリーズもののいいと思うんだよね。でステイホームで10本あげちゃおうよ。はい、好きで10本いけます。おお。ちなみに10本作れなかったの？作れなかったですか？なんか髪型変える。髪型変える。ツインテール、ツインテール。わかりました。じゃあ、ツインテール。1本作らなかったら、ツインテールで、行動するってことですね。はい。絶対です。では、引き続き動画作成頑張っていきたいと思います。佐々木先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。月10本ということを言ってしまいました。言っちゃいましたね。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。まあ、ツインテールだけは嫌なので頑張ります。